はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、何の動画っていうと、今2300円で買える楽しいレースゲームね、フォルツァモータースポーツ7です。2300円だからね、 Xbox One とパソコン Windows 10両方にインストールすることができます。で、元気なおじいは Xbox One のディスク版をね、あの発売日に買って持ってるんだけども、でもダウンロード版は円盤がいらないんで、まあ便利だよねっていうことで、パソコンでも遊べるんだったらってこう買いました。で、まあズランツはね、ほんとつまんないよね、あとね。で、まあ、パッドとハンドルがあってね、まあ、ハンドルをあの売り込んでるね、人たちなんかはね、この十字キーでね、これとで、これの違いなんてね、なんかへんてこりなものやってるんだけど、ね、まあ、そんなことよりも、車の運転というのはね、もっと楽しいんだよっていうことで、ね、で今回はあのコントロールパッドでもね、普通にあのおじい楽しんでるので、まあ、どうやって操作をしているのか、ここがアクセルで、これがブレーキ、これね、Xbox はね、ここはあのボボボボボボンってこう来るんだけど、今ピントマニュアルであっちに合わせたんだけどね、2時間の動画を作ったらこっちにピントがあっちゃって、あっちが映ってなかったから撮り直しなんですね。ここがアクセル、ブレーキの字は割り当ててます。で、シフトアップでダウンだからね、ブーンブーンブーンでしょうかな、あのどっちかがダウンでどっちかがアップですね。で、右左だね、こんだけです。なので、まあ、この視点でねやったらコントロールの、操作が分かるかなというと、あとアクセルね、これあの鏡を用意したので、まあ、これでご覧になれば、まあ、分かるかなと思ってね、ちょっとこう試しで、どう、面白い試みだと思いませんか。もうちょっとこしょうがいかな、ね、面白いでしょ、どうやって操作してるかっていうのをね。はい、で元気なおじいね、まず車エリアにね、マイガレージに行って、で、まあ、フェラーリのこの間からねこれ使ってるんだよ。ちょっと前まではこれ使ってたんだよ。社員地にね T2、 これ使ってずっと走っててね、あのいっぱい皆さん見たことがあると思うけど、ちょっとねこれ641ね、これで今走り出しています。7色マニュアルね、どっちがいいのかな。こっちは P924 パワーがね、でこっちの方が X999 なんで、こっちの方がね速いんだね。なので、これをチョイスします。カラーはね、ダウンロードしたやつ、レッドブルのね、うん、はい、それじゃあね、フリープレイいきます。どこにしようかな、コースの選択ね、で今回はこのオリジナルコースね、おじいが大好きなこのコース行きたいと思います。でラップは3周ね、で23台で走ります。この設定で行きます。それで元気なおじいのね遊んでるレベルなんだけども、ここのアシストっていうのがあって、でおじいは全部ね共通です。ちょっとこれズームいけるかな、ズームいけないかな、ね、アシストカスタムにして、推薦ラインはオフで、 ABS もオフ、シェアリングはノーマル、ハンドルの場合はね、なんだっけ、シミュレーションっていうのがあります。で初心者用にはアシストありっていうのがあります。おじいはノーマルでやってます。でトラクションコントロールはオフ、下火もオフ、シフトはマニュアルで、ダメージ燃料タイヤ摩耗はシミュレーションです。だからもう一発アウトです。でリワウンドね、巻き戻しのインチキのやつオフ、一発勝負で、フリクションのアシスト
クラッシュアシスト、これも全部オフですね。そんなわけで一番厳しい状態でやっています。まあ、これがね楽しいんだよ一番ね。はい、まあ、そんな感じでねこれぐらい見せれば OK かなね。はい、じゃあ一番最強モードで走ってみたいと思います。まあ、ハンドルはね雰囲気を楽しむものね、で雰囲気を楽しむものなんだけれども、ズランツーリスモは挙動もおかしいし、あのお話にならないので、いくらハンドルでハンドルを買って遊んだところでただただ納得できないつまらないだけなんですね。面白くないズランツーはね、うん、まだねフォルツァの方はね、あのゲームとして楽しい。はい、じゃあ行きます。これちょっと邪魔かな、見える見える、いくよ、ちゃんと映ってる、ピント合ってる、あっちで、のんびり慎重に行きすぎてどっ疲れちゃったピントちゃんと合ってる？大丈夫？画面が暗い。
感じでね、パッドでも結構楽しめますね。レベルが、あ、そう、レベル見せてなかったけど、レベルね、8段階の一番強いやつでやってるよ。ね、それを見せてなかったね。いや、ちょっと待ってね。少々、設定を見せてなかったね。使用者がね、8段階やるんだよ、掘り刺し分は。ちょっと先にポイントもらってからにしようかなね。でね、増額プラス1万5000円になってるでしょ。レベル、難しくすると割り増してもらえるからね。お金の貯まるのが早いんです。じゃあね、ちょっと改めてね、今おじいの設定をちょっと紹介したいと思います。じゃあもう一回ちょっとね、フリープレイのとこに行って、でちょっとコースめちゃめちゃ暗かったんで、ちょっとね、違うコース、いつも楽しんでるのが これだね。あ、今ここやったんで、アルプス行こうか。アルプスね、高速アルプスで、ラップが3周ね、サーキット日中フォーミュラ90で行ってます。で、詳細ルールはね、ここは今見せた通り、そう、このレベルなんだけれども、アルティメットってやつ、これがね最強です。8段階あって、イージーから始まって、で次がノービス、2段階目が、で次にアベレージ、で4番目がハード、で5番目がハイスクリュー、6番目がエキスパート、で7番目がプロフェッショナル、8番目がアルティメットとなっていますね。おじいはこのアルティメットでやってます。あと、実力設定とかね、まあ、そこら辺も全部オンにしていますね。でスタートタイプはローリングスタートではなくて、スタンディンググリッドね、これでやってます。はい、これを最初にね見せるの忘れちゃったね。はい、じゃあね、もう一箇所、じゃあね、たまたまね、今早い段階でグリッドが良かったんで1位取れちゃったけど、まあアルプスに行きましょう。もう一回やったらもう1位取れるかどうか分かんないからね。たまたままぐれで1位取れちゃったね。いやー、でもね、手に汗握るよ、ほんと楽しいよ、ね、ここはね高速コースだからね、いや、手をよく乾かしておかないと、ね、たまりません。よし、来た。さあ、見る？さあ、何番グリッドだ？わあ、後ろだな。
教えてどつかれた。どっちからだ、いいから行ってみようか。あー、これ、これ、うわー、あぶねでね、8位だって全然ダメだ、悔しいなこれ、悔しいな、全然及びじゃないじゃん。いや結構ね限界で走ってる。うわー、これどうしたら勝てるんだろう。どうしたら勝てるんだろう。いやちょっと待って、考えさせて。最高速が足りないわけじゃないよな、絶対に。何がいけないんだろう。ちょっと もう一回ちょっと何も変えないでもう一回行ってみよう。いや、こんなに遅いかな、まあ、最初ミスったかな。もっと勢いよく突っ込まないとダメなんだよね。ギアをどんどん上げないと5速ぐらいで戸惑ってる間にどつかれたからね。そこが今回の範囲だよね。だ、怖いんだよ。右から行こうか左に行こうか、こうスーって吸い込まれちゃうから。で、あのビビって一回アクセル上げ、あの離してたりとかね。あ、今度は何くれんの。なんかポルシェパナメーラ、パナメーラってもらってよ。なんかわかんないけど、ありがとう。はい、ね、なんかポルシェもらった。じゃあもう一回ね、ちょっと走ってみます。ちょっと悔しいんで、これさっきのコース1位取れたわけだからさ、車が悪いわけではないよね。悔しいな。
って悔しいね。表彰台に乗れないっておかしいよ。だってこのコースは結構好きなコースだからさ、おかしいよ。まだマシンに慣れてないけどね、これいつも乗ってないから。どこで逃げたらいいかだね。あのこういうもんなんだよ、レースって。予選が大事なんだよ結局ね。どっからスタートするかで運命を大きく左右するからね。おフロントローだ。もう終わりだね。最初の一戦だけでやめとけばよかった。カットしようかな、後ろ全部。最初のやつだけでさ、終わっとけばさ、すげえかっこよく終わったよね。こんなはずじゃなかったよ、ほんと。何なんだよ。危ない危ない。
いまいちだな。でも表彰台は乗った。いや表彰台は乗れたよ。とりあえず乗れたな。いや厳しい厳しい。まあとりあえず表彰台に乗れたということでね、この辺でやめておいた方がなんか無難だね。まあ、もう一回やってもらおうか。まあ、表彰台まで来れたということは次狙えるかもしれないんでね。まあ、3位まで来れたんで次この順位よりも上がるか下がるか、また同じか、もうちょっと攻めていこうと思うね。本当ね、一瞬の判断がね本当怖いんだよ、これコントローラーでやってもさ、あのハンドルでやってもさ、結果は同じだよ、ね、だって判断して操作してるのは自分なんだもん。そうするまで続けたいね。ああ悔しいね。おいフロントだ、やった、1位だ、逃げ切れ。これで勝てなかったらバカなもんね。プレッシャーとの戦いだね。
るんだ。やったプレッシャーに勝ったぞ。フォールトゥウィンダー、やったやったやった、ね、やったよ、ね、はい、こういうゲームです。いや、もうこのいいとこでやめとこう。ね、あ、疲れた。楽しいね、ほんと。あれ、2位って何？あ、おじいがいない、おじいがいない、またバグってる、いない、透明人間になっちゃった。どういうことこれ、どういうことですか、透明人間になってる。よし、はあ、ねえ、楽しかった。どう、2300円でこんなに楽しいんだよね。コントローラーでもパッドでも十分ね、一番強いモードで勝てるんだよね。8段階の一番強いモードでアシストは全オフで勝てるんだよね。これがマシンをコントロールするということ、一体感になるっていうことね。いちいちね、推薦ラインなんか表示して見てないし、ここは何色何色とかでもないし、ラインがどうのコーナーじゃないし、失敗してもちゃんとその分自分でね、減速したりとかギア調整したりとか、そこのところのフォローがね、自由にできるのが車の面白いところなんだよね。ジュランツはアニメーション化してるでしょ。しかもレールの上走ってるようなもんだし、クソつまらない、ね、これが大きな違いです。 Xbox のコントローラーはものすごい優秀なんです、ね、これで一番レベルが高い、ね、一番悪い条件で、難しい条件でちゃんと1位を取れるということがね、証明されているので、ね、まあ、あとはだからハンドルっていうのは雰囲気なんだよ、ね、勝つためにはどっちがというより雰囲気なんです、ね、だパッドで慣れればパッドの方が早いし、ね、ハンドルばっかりやってればハンドルの方が早いし、ね、まあ一長一短。ハンドルだとこの微妙な調整がね、いくらでもできるからね、まあ、有利といえば有利だけど、でも反応は遅れるからね。やっぱりパッドの方がそのハーフアクセルしたりとか、カチカチってこう切り替えたりとかするときにやっぱ素早くできるからね、うん、これがね、今ハンドルノーマルなんだけど、ステアリング用のハンドルになるとアホみたいな動きになるから全く走れなくなるよ。ちょっと見てみる？めっちゃ難しくない？パッド用の調整がちゃんとできてるからね、フォルツァって。だからステアリングでやるときはちゃんとステアリングの設定があるんだよ、これね。ね、どこで設定するんだかな。一回スタートしてもう1位目指さないよ。レース設定だったかな、アシストだったな、これだ。ここのね、ステアリングがノーマルってなってるんだけど、でこれがね、シミュレーションってやるとハンドルに最適化されてるんだよ。だからね、このシミュレーションでやってみようか、ね、全然走れないから。難易度はね、ドワンと上がるっていうか、走れない。どこまでいけるかな。よし、足しびれしまった。足しびれた、ほぼ正座に近い状態でやってたから、ね、どここれ、シルバーストーン走れないよ。ちょっと待ってね。よ
シルバーストーンなんてコースを走れないよ、せめてじゃあ、スパ、じゃあスパにします。スパね、みんなスパ好きでしょ、ね、あれどこ行っちゃったの、ステアリングがねニュルニュルンするんだよ、ウルトラ大変ね。さすがのおじいもね、バッドデシミュレーションはギブアップ。でもまあどこまでいいかチャレンジしてみようね。さあ行ってみよう。あ、このフレーズあんま好きじゃないんだよ。ちょっと待った、やめてよ、そりゃないぜ。してるでしょ、アナログハンドル用だから、アナログティラで、you
難かった。わかる、あのステアリングの動きがさ違うよね、全然違うよね。ノーマルだとさ全然違うんだよ。これさあ、コントローラーのバッテリーが少なくなっちゃった、電子入れ替えねえと。やばい。はい、ハンドルのモードがね、バット用のノーマルだとどのぐらい違うのか、全然違うでしょ。ちゃんと調整してくれてあるんで。全然違うでしょ。コースをもっと走り込まないとダメだね。まあこんなもんです。はい、まあおじいの実力はねこんなもんだよ。ね。はい、終わりだと思います。今回はね、2300円で買えるレースゲームね。本当マシンをコントロールするっていう楽しさがね伝わったでしょうか。ね、まあそれが伝わればね本当嬉しいです。で。マシンなんかも走ってるとタダでどんどんくれるし、クレジットで車バンバン買えるしね、
ジュランシュみたいにアップデートでね、ちょっとずつもったいつけた当たり前の車をね買うとかバカバカしいことをしなくても済むわけですね。楽しいよ本当、2300円までここまで遊べるからね、うん、はい以上です。バトの操作ね、このあのガラスどう、これガラスってかあの鏡ね、これあると楽しいでしょ、なんかこうやって ね初の試みでした、ね、じゃあねまたね、バイバーイ。